こんにちは、前活の進行です。本日は SNS との向き合い方についてお話をさせていただきます。 Twitter や Instagram、Facebook に YouTube、それから LINE、 SNS は今や社会だけでなく私たち僧侶にとっても生活に欠かせない非常に重要なものになりました。特にコロナ禍ではそれが顕著で、私たち前活は SNS がなければこうして活動を続けてくることができなかったかもしれません。そうした情報を手に入れたり活動をしたり人との交流を深める上で非常に便利な SNS ですが、時には匿名であるがゆえに起こる誹謗中傷やいじめといったような社会問題ともなってしまう悪い面を目にすることもあります。それは正しく使えば道具になり、使い方を誤れば凶器にもなる刃物と同じようなものなのかもしれません。それならば使うからには正しい使い方をして、より人生に良い形で生かしていこうというのが仏教の知恵というものです。そこでここからは仏教徒として SNS とどのように向き合っていくべきかということについて考えていきたいと思います。私は5年ほど前から僧侶として布教活動に SNS を使うようになりました。はじめはどこか気恥ずかしさもあったんですが、それを見た友人が仏教に興味を持ってくれるということなどもあって、 SNS を利用する意義というものを感じていました。それからブログや YouTube など発信の分野を増やしていくにつれ、見てくださる方や反響も増えていきました。ところがその頃から私の中である変化が起こります。それは投稿した記事や動画の反応が今一つだと、あるいは評価が今一つだと、どこか納得いかないようなモヤモヤした気持ちを抱えるようになっていったんです。これは初めは仏教を伝えたいという思いで行っていた SNS での発信の中で、自分を認めてほしい、自分が褒められたいという思いを合わせて抱くようになっていた、そんな心の表れだったんです。そんな折、普段は SNS で反応をくれたりするわけではない友人から、私の書いた記事で心が救われたという連絡をもらいました。その記事というのは、私が本当に心で思っていること、僧侶として大切に思っていることを書いたもので、特に SNS 上での反応や評価というものは気にしていないものだったんです。私はこの時、たとえ SNS 上での数字に現れていなくても、誠意を持って行った発信というのは届くべき人に届いているんだということに気づかされました。それと同時に、SNS というものはそれと向き合う姿勢一つで貪りにも伏せにもなるということに気づかされたんです。曹洞宗の教えを端的にまとめた殊勝義というお経の第4章発願理章では、伏せというものについてこのように説かれています。伏せというは貪らざるなり。伏せというと何かを与えるということをイメージされるかもしれません。確かにそれも大切な伏せの形なんです。しかし欲を書いてあれこれ計らいを加える貪りの心を離れた行いこそが伏せの本質であるというのが、この一文に説かれた教えなんですね。そして私たちの日頃の行動や言葉、さらには SNS 上での発信というものも、全てが貪りを離れた行い、伏せでなくてはいけないよというのが、曹洞宗の説く伏せの教えの一番重要なところです。私は SNS で貪らない、 SNS を伏せにしていくということは、求めないことと追わないことだというふうに解釈しています。評価は後からついてくるもので、求めるものではなく、必要以上に人の反応を追わない、そうして貪りを離れて SNS を利用すれば、同じく伏せとしてその発信を受け取ってくれる方がきっといらっしゃるはずなんです。そうして伏せの送り合いとして SNS の利用ができると、これからの社会も少し変わっていくのかもしれません。
本日は仏教的 SNS 利用のすすめとしてお話をさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。はい、新子さんどうもお疲れ様でした。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 今回が、法話を作ろうの今回第3回目のテーマが SNS ということで、はい、タイトルが、仏教的 SNS 利用のすすめということで新子さんにお話ししていただきました。あの会議をして作ってみてその感想はいかがでしたか。まあ、まずそもそも阿弥陀仁の作り方がなんであんなことになるんだろうってね、2回連続ね直角行で降りてきますよね。まっすぐ一度も上がらないっていう動画の中で作ってる段階でもそうだったんですけど、やっぱり良くない部分を上げて気をつけよう気をつけようになろうとしちゃう頭が最初に働いたので、うん、やっぱり原稿を作る段階でも気づくとそういう悪い面を上げる方向に行きやすかったんですよね。もちろんいいこともたくさんあるし、法話の中でしたように。でもやっぱりこう気をつけなきゃいけないなっていう思いがそれだけ自分の中で強いのかなっていう部分を思ったりしました。でその中で、今回は伏せとして受け止める、発想の転換をして良い方に受け止めようっていうのは結構法話としては重要な頭の使い方だったと思うので、うん、やっぱり5分っていう時間の中でどうするかかなり苦心したんじゃないですか。うん、そうですね。だいたい自分の話す速さで10分で2200文字くらいなんですよね、はい、なので1000字ちょっとかなと思って、で結果1200字ぐらい。原稿の丸暗記が僕はできないので、はい、その混ざっちゃうというか、覚えてる部分と覚えてない部分の違いがはっきりしすぎちゃうので、うん、となるべく原稿を見ずにやろうと思ったんですけど、2時間ぐらいかかりましたね、撮るの。あ、そうですか1分ぐらいのところでつまずいてやり直してとかやってるうちに、最初の1分半だけやたらスラスラ出るようになってって久しぶりに後半まで突入すると今度後半全然出てこないみたいなことになっちゃったりしてたので、まあ、これ結構難しかったですね、撮るのが。まあだからそういう意味で言うと、普通の法話だったら、まあ、噛んだりとか正直そこまで重要な問題じゃないじゃないですか、うん、聞いてる方の反応を見ながら、あ、ここちょっと伝わらなかったなっていうところの言葉を増したりっていうことができるけど、はい、今回はどちらかというとつまずかないっていうことが一番こう優先してしまったので、うん、そこの難しさはね結構ありましたね。確かに言われてみると、あのいつも新子さんの法話に感じる生き生き感がちょっとなかったかもしれないです、うん、その分まあ緊張してたとか、うん、その後気にされてた部分もあったのかなって思ったんですけど、うん、結構ね私たちもその皆さんの顔を見ながらお話しさせていただくことばっかりなので、うん、結構カメラに向かって話すっていうのは貴重な経験ですよね。それじゃ あの一番最初にカメラに向かって法話をしてくださった陽道さん、いかがですか。まずお疲れ様でした。久々に新子さんの方は聞けて本当に新鮮だったと言いますか、なんか遠い過去のような感じもしましたけれども、やっぱりこのカメラの前で話しているっていうところもあって、今までの法話の話し方とはちょっと違ったのかな。それこそ千代さんがね臨場感っていうお話もしましたけども、新子さん今まで原稿丸暗記というよりもある程度こうパーツで覚えていって、でそこでこう自分の感情であったり感性のね、こう思いのままに話すっていうところで、すごくあのリアリティ溢れるというのが、こう描写なんかもねすごく浮かぶんですけども、今回はやっぱりちょっと原稿を読んでるのかなっていう部分もあったりしたんですけども、ただね法話全体の流れとしてもそうですし、構成としてもそのすごくいい法話だなっていうふうには感じました。はい、特に SNS っていうのは数字であったりとか再生回数みたいなのを求めてしまうところがあると思うんですけども、まあそこをね一つ離れてみたときに、あの救われる人もいるんだっていう、まあ電話もありましたし、またお布施っていうことが与えることだけじゃなくて、あの貪らない、ここでこう自分が一つ止めるんだっていう、求めないっていうところが布施につながるんだっていう、そう新しい気づきみたいなのもね法話の中であったので、聞きやすい法話だったのじゃないかなと思います。私感じたのは、まあ、SNS っていうのが使い方次第で伏せにも貪りにもなるってすごいはっきり言ったところがやっぱりいいなって思いまして、 SNS に限らずいろんなことがそうだと思うんですよね。このようにあるものほとんど全てがあの向き合い方で伏せにも貪りにも変わるっていうところ、それはっきり伝えるのに SNS ってすごくいい題材だったと思うし、それをやっぱり普段から SNS 使ってる新子さんがやってくれたのがすごい良かったなっていうふうに思いました。まあ、あと感想としてはおすましって感じでしたね。本堂にねいつ人が来るかっていうねところもあったんですよねあ、なるほど、何かどこかしら非日常感がある感じ。そうですね、でもやっぱり雰囲気本堂で法話するのいいですよね。まあ自分もやっぱりパリッとしますね、単純に、うん、はい、あの空間というか、まあ、ちょっと硬かったかなと思いましたけど。そうですね、まあ、それから一つあるじゃないですか、あの本堂で話したがゆえの緊張感みたいな、それはあるかもしれない、はい、そこはすごく大きくあるのかなと思いますね。
何せご本尊様を後ろにしながらお話ししてるわけですから。そうですね、まあちょっとね、普段と少し違うかもしれないですね。この法話を作ろうっていうのはね、皆さんからも本当にフィードバックをもらえるすごく貴重な場だと思うので、うん、ね、皆さんから本当に忌憚のないご意見とか感想をいただけたら嬉しいですよね。そうですね。なんか、うん、なんでこう僕の時に急にそれを言い出したんだろう。いや、それこそあの伏せの送り合いだからじゃないですか。はい、コメントいただくことで、はい、私たちも伏せを受け取ることができるんですよね。私のね時なんかやっぱりその普段聞くことができないコメントいただけたのすごくありがたかったので。そうですね。うん、そう。うん、すごくいい機会だと思いますよ、うん、はい、まあ、やっぱり企画として面白いですよね。自分の中にあるもの、うん、最初から用意されているものじゃなくてそこから生み出していくっていう経験はね、すごくいい頭の使い方するなと思って。領導さんの時は領導さんが自分でテーマを決めるっていう形でやったので、多分次回がその今のやり方を領導さん初体験するわけになるので楽しめましたね、はい、うん、大変だったけど3人で1つの法話を作るっていうのも斬新だったし、うん、あのちょっとねこれからももうしばらくは続けていきたいですね。そうですね。はい、法話を作ろう第3弾これにて終了となります。新子さんお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それでは、この動画が面白いと思っていただけた方、ためになったと思っていただけた方、チャンネル登録や高評価ボタン等よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。